皆さんこんにちは、 SE プラスの山田です。このラジオは IT 教育会社 SE プラスが旬な IT のトピックや人材育成を中心に個人の見解をほのぼのと語るラジオです。寺井さん、今回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。寺井です。はい、このラジということで、ね、はいやっていきたいと思います。はい、はい、すいません、わかりますか。今日会社に来るときに、はいはい、もう綺麗な袴を着たお姉さんがいたんですけど、あ、お姉さんが、はい、それ見て、あ、卒業式シーズンかって思ったんですよね。大学生ですかね、袴着てるとか、はい、専門学生とか。そうですね、はい、卒業シーズンの思い出ありますか、寺井さんは。第2ボタンとかもらったんですか。第2ボタンとかは、はい、もらってないですけど。もらってないんですか。もらってないですね。え、学ランじゃないんですか。学ランでした。私、あの、中学も高校も学ランで、私もセーラー服でしたね。私もっていうのはちょっと今分かんないですけど学ランだからセーラーってことはないですよ。あ、そうです、そうです。あ、じゃあずっとセーラー服だったんですか。あ、そうです。で、なんかなので第2ボタンもらえるチャンスは、まあ、あったと思うんですけど、うん、ちょっと勇気が出なかったですね。はい。でも、はい、その第2ボタンをあのもらうっていう文化はやっぱあったんですか。ありました、ありました。確かありましたね。うん。でも私がなんか特に記憶に残ってるのは、はいはい、なんか卒業式だったかはちゃんと覚えてないんですけど、はい、なんか送り出されるタイミングがあるじゃないですか、卒業生が。なんか全校集まって卒業生が、卒業式ですね、卒業式ですかね、なんかそういうタイミングで卒業式ちゃうか卒業生全員で、なんだっけな、お笑い系誰ですかね、ミルクボーイ、ミルクボーイか、はいはい。で、はい、なんか卒業生全員で壇上上がって、はい、グリーンの奇跡だったかな、はいはいはい、だったかを歌ったんですよ、はいはい、めちゃくちゃ青春じゃないですか、うん、もうみんなで涙流しながら肩組んで、うん、あ、それ高校生の時、高校の時だったか中学の時に。え、覚えてないんですかそれ。中学と高校って、それ覚えてないのにあの思い出として思ってるっていう思い出のクオリティ低くないですか。いや、もうこの年になるとだいたいなんか中学だったか高校だったかって忘れちゃいます。いや、メンツ違うじゃないですか。横を向いてください、思い出の時の横の人の顔。誰だったかな。絶対それでわかるでしょ。中高一貫じゃないですか。一貫ではないですね。うん、にわかんない。わかんないです。覚えてない。多分高校。それ思い出。え、それ本当思い出ですか。思い出です。え、逆に山田さんはどうです。あの第二ボタンとか奪われたりしました。第二ボタンはやっぱ渡しますよね。え、自分から渡すんですか。じゃ、わけないでしょ。なんで自分から渡すの。おかしいでしょ。もらってくださいって。え、すいませんって。僕の第2ボタンいらないですかって。いや、おかしいでしょそれ。ちゃんと欲しいっていう方がいらっしゃった。いらっしゃったんです。本当にありがたい、ありがたい話ですよ。ありがたいですね。ありがたい話です。本当に、うん。やっぱ人気の人はね、あのたくさんボタンがねなくなってくるんですけど、僕はそんなやっぱ人気者ではなかった。なるほど。どちらかというと、ね。いやいや。言われすぎでしょ。すごいですね。はい、すいません。本題行かないと。そうですね。皆さん聞いていただいている人に失礼になっちゃう。ごめんなさい。はい、ではあの早速ちょっと本題にまた移っていきたいなと思うんですけれども、はい、今日はですね、企業がサブスク研修をうまく活用するためにはどうすればよいのかといったテーマです。なるほど。はい。ちょっとこれはまたなかなか難しいテーマですね。ですね。なんかもう SE プラスでも SE カレッジっていう、まあ、IT 専門のサブスク研修をはじめとした、うん、いろいろなサブスク研修を提供しているので、うんうん、本当にいろいろなお客様の活用方法とか見てきてますしね、うんうん、サブスク研修をうまく活用する方法、はい、うん、サブスク研修多分いろいろあるんで、うん、まあ、その我々であればその IT 教育のサブスク研修をやってますけど、はい、それ以外にも、まあ、いわゆるそのビジネスマナーのサブスク研修、まあ、多分探せばね、いろいろこうサブスクで学ぶっていうものが多いと思うんですけど、まあ、そこの活用するためにどうすればいいのかっていうので、やっぱり、とりあえず入れるっていうのを絶対やめた方がいい。ああ、なるほど、なるほど。ありますね。はい。だその基本的にやっぱ学ぶ機会っていうのを、うんうん、まあ、なんていう提供というか、その各企業さんとしては、まあ、学ぶ機会を作る。はい。おそらく費用を払うことになると思うので、うん、費用を払って学ぶ機会をこう、構築するって考えたときに、うんうん、まあ、サブスク研修って基本的にメリットの一つで必ずあるのはやっぱコストが低いっていうのが多分入ってくると思うんで
そうですね。でそこだけを見て導入をしてしまうと、うんうん、やっぱりそのなかなか使わなかったりだとか、はいはい、まあ、長く使えないっていうことがあるので、うんうん、まあ、そこは必ずやっぱりその導入する目的っていうのを明確に決めた上で、じゃあ何かを例えば資格を取らせたいっていうのもそうですし、はい、あとはまあ我々のこう SE カレッジであればよくこう導入理由としていただくのが、やっぱ IT のベースの部分っていうのを体系的に学ばせたいとか、はい、まあ、それ以外だったらしっかりとやっぱそれこそビジネスの基礎を全社員に徹底的に入れたいとか、うんうん、そういうことがあればこうサブスク研修っていうのは非常にハマってくるんですけども、はい、例えばこのことがやりたい、例えばこの技術がだけが学びたいっていう時に、はい、そのサブスク研修の中に、その何かの技術が1個あるっていうところで導入をしても、うんうん、もしかしたら最終的にそこの研修のなんていうの、技術的なところの深さとか流度によっては、はい、もう講師を呼んだりだとか、うんうん、あとはその1日いくらみたいな形でサブスクじゃないものを導入した方がもしかしたらいい場合もあるので、はい、まあ、そのだからとりあえずサブスク入れればいいやっていうのはやめた方がいいのかなっていうのは感じますね。意外とこれあるあるですもんね、うん、だからそうですね、結局バイキング行ってもね意外と食べない確かに、そうっていうのもあるので、バイキング、うんうん、だからいちご食べ放題ビュッフェみたいなのは、はい、意外と満足度が高い、うんうん、だからとりあえずいちごビュッフェ行こうはならないと思うんですけど、はい、やっぱそんないちごがたくさん食べたいっていう中での、うん、ではホテルのいちごビュッフェに行きましょうみたいな方が、うん、やっぱりその価値、対価としてはコストに対しての対価は大きく受け取れる、もらえるので、はい、やっぱそういった使い方の方がサブスク研修のうまく活用するためにはいいのかなと。でもちろんその先には、はい、その社内でのどう徹底させていくのかとか、うんうん、社内の人たちにどう伝えていくのかっていうのはまず、うんうん、そこから先のステップとしてはもちろんあるんですけど、はい、まずはその導入のところで考えると、まあ、やっぱそういうところは非常に重要になってくると、うんうん、はい、思います。ちょっとそこをしっかりと確認した上でサブスク研修は検討していった方が、そうですね、はい、でまあ、あとは実際サブスク研修、まあ、サブスク研修の活用っていうのも結局その、まあ、この導入した後にどうやって活用するかっていう話なんですけど、はい、それはなんかもうサブスク研修というよりかはその企業として、何を底上げしていきたいかとか学んでもらいたいかっていうものに対して、はい、その設計に対してサブスク研修の中身を当てていくというか、うんうん、その使っていくっていう形になるので、はい、まあ、ある種手段というか、うんうん、サブスク研修というものはその手段でしかないから、うん、そこをもともとの目的っていうのをしっかりと定めて設計した上で、じゃあそこにはこのサブスク研修のこのコマいいよねとかっていうものをはめていくっていう方がやっぱり活用できるかなと。実際にやっぱそういうふうな運用してる企業の方がやっぱり多く使ってもらえているっていうのがあるので、はい、まあ、やっぱりそのさっきもまあ冒頭にずっと言ってますけど、サブスク研修を入れてっていうよりかはこう入れてどうしたいかとかして、まあ一番わかりやすいのはもちろんその設計してここを受けるべきだよっていうのもそうですし、はい、意外とやっぱ効果高いのはやっぱりおすすめであったりだとか、企業があるんですね、企業からこれを受けなさいとか、はいはい、これはおすすめだよって、受けなさいっていうと結構競争力高くなっちゃうんですけど、これは企業としておすすめだよって言ってあげると、やっぱその所属してる人たちにとっては、あ、まあ、じゃあまずはそのこれ受けてみればいいんだなとかっていうところを感じて受ける側としても受けやすくなる、まあ、そういうようなやり方をすると、うんうんうん、一番その初動の動き方、研修をサブスクを入れた後の一番初めの動きが皆さんおすすめされた方が受けやすくなるので、まあそうですよね、うん、いきなりなんか自由に何でも受けていいですよっていうのはなんか一見良さそうに見えて、うん、どうすればいいのみたいな感じになる時もありますもんね。そうそうです、うんうんうん、でサブスク研修の結構そのポイントとなるのが、はい、おそらくちょっとまあいろんな企業さんあるのであれなんですけど、結構大きな、枠というか、はい、例えばじゃあ A さん B さんだけが受けなさいではなくて、うん、従業員の人たちの多くの人たちに対してこのサブスク研修というものを提供するっていうケースが多いと思うんですね。
はい、でそうなった時にあのおそらくよく262とかって話が出てくる。262の法則で、ね、はい、で262 の, その一番上の2割の人たちは何も言わずに学ぶ、うん、でその6割の人たちはまあどちらかあの、うん、っていう人たちで、そのやっぱ6の人たちがどう学ぶのかっていう話になってくるので、はい、あのおすすめとかして、要はおすすめなんかしなくても必要な人はあの勝手に見てやるでしょっていう話があるんですけど、それはやっぱり262の2の人たちは正直勝手にやるので、うん、はい、あのその262の真ん中の層、やっぱおすすめとかされたら受けるけど何もなかったらなかなか何すれば何勉強すればいいんだろうっていう人たちがやっぱ一定数いるので、まあ、そこの人たちに対してどう訴求していくのかっていうのがサブスク研修活用のポイントになるというのはかなりあるんじゃないか。またそのもっと具体的に、はい、じゃどうしていいかってなってくると、まあ、ちょっと本当企業様によってくるんで、うん、あの状況によってどういうふうにお勧めしていこうかとか、それこ そ, そのメールを見る文化があるのかとか、はい、あとはその社内のチャットツールみたいなのがあってそこの方がうまくいってるのかとか、うんうん、あとはあの面談がどういうふうに行う、面談の回数とかメンバーの人たちとその上長の面談の回数が何回あるのかとか、うん、まあ、そういう個々の企業によってタイミングであったり方法っていうのが変わってくると思って、まあ、そこはあの本当に企業さんごとに、まあ、それこそ我々にもねあのご相談いただければこんなんどうですかみたいな話もできますし、あの別にね我々の研修じゃなくてもいろんなサブスク研修あると思うんですけど、はい、サブスク研修を提供している会社にこういう状況ですよと伝えれば、まあ、それなりそういったあの適切なアドバイスがもらえると思うので、まあ、そういう形でねサブスク研修も活用してほしいなっていうのは思いますね。はい、はい、では、そろそろお時間もあそうですか、はい、なってきましたので最後にちょっと宣伝だけさせていただきたいなと宣伝、はい、思います。はい、はい、SE プラスではですね今日の話にも出てきたんですけれども ID に特化したサブスク研修の SE カレッジなどを、やっております。ご興味のある方はぜひ SE プラスのホームページにお越しください。はい、はい、それではまた次回の放送でお会いしましょう。さよなら。さよなら。ありがとうございました。ありがとうございました。